はい、こんにちは、カーパパです。尾瀬ヶ原キャンプ2020前編ですが、多くの方に見ていただきまして誠にありがとうございました。盛りだくさんの内容だったんで、前編をねダイジェストで振り返ってみます。はい、10月3日6時三池の登山口を出発しました。草もみじで黄金に輝くいくつかのね湿原を巡って、尾瀬の誇る日本最大級の巨瀑、年間水量2億トンの三条の滝を見に行きました。そしてね、温泉小屋を経由して赤く染まった尾瀬ヶ原に出ました。11時55分やっと見晴らしの山小屋群に着きました。お昼はね、喫茶ひげくまのカレーライス、ここに来るとね必ずこのカレーを食べるんですよ。でね、その後ヘトヘトに疲れてたんで夕飯までテントで爆睡してました。はい、それではね、後編の概要なんですが、夕方から恒例のキャンプ飯、翌朝朝飯の後テントを撤収して尾瀬沼に向かって歩いていきます。白砂の越しから尾瀬沼に下って沼山峠まで木道を歩きます。沼山からは出発地の三池まではバスで戻ります。はい、それでは尾瀬ヶ原キャンプ2020後半の 10.8 キロ後編をお楽しみください。今回は尾瀬沼じゃなくてね、いろんな事情で尾瀬ヶ原ので、しかも、こんな感じのところで、キャンプになっちゃいました。ジンギスカンの鍋がね、重いんですよまあ要は重くてでかいし、でその鍋に合わせようと思って、コンロを選ぶと、もう何、昔でいう岩谷のホースノンとかねそうホースノンって今言わないと思うけど、とてもそれじゃね担げないんで、これは外のフュージョンですね、 ST330、 これ謎のガス燃料、それとこれがね、普通のエバニューかなんかのフライパンですね。これ去年ね、尾瀬沼でステーキ焼いたやつ、すんごい性能いいやつ、これにしました。だからね、本来のジンギスカンの作り方とは、鍋も違うし違うんですけど、せっかくね、カムママが用意してくれたんで、それをやっていきたいと思います。でご飯はね、あらかじめ砂糖のご飯っていうの、温めるご飯で、こういうやつね、はい、済ましちゃいました。今日の目的はあくまでもご飯じゃなくて、こっちね、ヶ原はね、もう夕日に包まれてますね。夕日に包まれた草もみじを映したかったんだけど、そんなことしてると真っ暗くなっちゃうんで、具はね、もや、ジンギスカン、松尾のジンギスカン、玉ねぎ、もやし、海藻サラダね、豪華でしょ。タレもすごい、ね、あ、そうだ、タレがね、ほら、これ有名なやつ、ベルのね、重いんだよね、うちのキャンプ飯はみんなマジでやっから、はい、乾杯。
はい、ジンギスカンね、もうちょっと水分飛ばしたら食べますね。これが魔法のタレ。変な話ね、ラムだけじゃなくて豚肉でも鶏肉でもこれかけると美味しいです。こんな感じになるのね。ちょっと食べてみる。うん、うまい、うまいよ。ちょっと味濃いけどねご飯のおかずだからいいんじゃない、うん、はい、いただきます。はい、いただきます。うまい、うまいな。よし、そろそろできた。おお、はい、おはようございます、カブパパです。どこに向かってるかというと、こう竜宮方面ですね。はい、天気はね、まだ朝日が当たってないというか、まあ曇ってるんですけど、草もみじの方はね、昨日よりもまた若干赤くなってるような感じで、ね、草原が燃えてるようなそんな感じです。ご飯を食べます。はい、今日の朝飯、まずたらこスープパスタ、とレーズンパンね。はい、なんだっけ、ハム焼くソース、はい、7時25分ですね。もうテント3分の1ぐらいになっちゃった。はい、今ここですね。はい、ここからね、このルート
で、ぬしりに出て、こっちの小瀬沼分岐から沼山に向けるというコースを取ります。小瀬沼まで8キロあるね。ここね、登りきると多分白砂峠残しなんだけど、残しすぎればぬしりまで、緩やかに下っていくんですけどね。はい、白砂峠、9時4分ここからね、小瀬ヶ原と小瀬沼のちょうど中間ですね。はっきり言ってね、小瀬沼まで下っちゃえばね、まあ、こういうこと言うのもあるんだけど、こっちのもんでね。知らぬ仏よりも知った鬼の方がよっぽどマシなんで、こっから先がね、楽しく行けるんじゃないかと思います。はい、峠越えるとね、いきなりこんな下りです。一気に降りるね。はい、白砂峠降りてきました。いやー湿原に出た。小瀬ヶ原以来の湿原ですね、今日は。白砂峠からずっと降りてきて、ここが白砂田代ですね。ここもすごい草もみじ。おい、あ、開けてきた。はい、そろそろね、ぬしり平ですね。うわお。はい、ぬしりです。懐かしの、いやー、すごいね、これ見てください、このぬしり平。真っ赤っかだよ。はい、もうね、僕が本当におむつしてる頃からお世話来てるんで、特にこのぬしりの小屋はね、本当に子供の頃からよく覚えてます。ぬしりの小屋はね、今こんな形だけど、3、4年前焼けちゃったんでね、この形に建て直してるんですよね。はい、ぬしりです。はい、はい、9時55分あざみ湿原出ました。うわ。すっごいね、これ。あのね、よく僕小瀬沼来てね、こうやって動画撮ると、草もみじで一番すごいところは、まあ多分あざみ湿原じゃないでしょうかという話をしますけど、もうここはね、本当にね、ここは一番すごいです。
大江杉出ました。大江杉も草もみじ結構進んでるね。はい、この場所はね、カウババ動画でいつもおなじみの場所なんですが、この草もみじになった動画っていうのは多分出してないと思うんですよね。はい、あっちはね、彫像小屋ですね。彫像小屋、こっちが小瀬沼ヒュッテが見えます。もうすぐ小瀬沼分岐です。はい、ここでいつもはねこっち行くんですけど、今日帰りはね沼山で帰りますんで、沼山方面に向かっていきます。お、火打ちが見えた。もう最初ねガス出たんで分かんなかったんだけど、まあ、振り返ってみますと、まあ、三池を出発して日内ヶ岳を半時計回りにぐるっと回って、三条の滝で見晴らしでキャンプで、そこから白砂峠を越えて小瀬沼で、小瀬沼からこっち小瀬沼分岐で、最後沼山峠までというような足取りです。その沼山峠もあと1時間ぐらいで、無事着きそうな感じです。いつもはねお別れは青々とした大江湿原で終わりなんですが、今回は草もみじで赤々と染まった大江湿原からお別れしたいと思います。今回も動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございました。カパパでした。